はい、こんにちは、徳クです、えー。今日はですね、ネットフリックスの広告付きプランがいよいよ始まるよということで、ちょっと個人的に思っていることをメモしておきたいなと思って、ノート側に記事を書いたんで、ちょっと裏話をご紹介しておきたいと思います。もともとの記事ネタは、えっと、ビジネスインサイダーで、ネットフリックスが11月開始する月額790円の広告付き料金はパンドラの箱かっていう。 記事を西田さんが書かれていて、まあ、これが非常にいい記事だったんで、ちょっとこれ元ネタにしてるんですけど、なんかビジネス系の日本のネットメディアだと、なんかもうこの広告モデルが始まったらテレビは終わりだみたいなのを記事をちょっと参見されてた気がしてて、ちょっとちゃんと読んでないからちょっとち違うかもしれないですけど、なんかやっぱり このネットフリックスの広告プラン、付きプランに関しては、人によって見方が全然違う気がするんですよね。まあ、当然、従来のネットフリックス、まあ、ベーシックが990円で、スタンダードが1190円。画質からすると、ベーシック基準なのかなだから結局、990円だらやつが790円になって、ダウンロードが不可能になって、 一部作品で見れないやつがあるんですけど、で、広告が入ることによって安くなってますよっていう。なんかね、これをめちゃめちゃ褒めてる記事を見て、めっちゃ違和感を感じてたんですけど、もう西田さんはパンドラの箱になるかもしれないねっていう記事を書かれていて、ここね、そっち側なんですよね。海外のメディアだと、もっと辛辣なやつがあって、ワイヤードなんかだと、 ネットフリックスの広告付け料金プランの開始でストリーミングの終わりの始まりがやってくるみたいな。もうストリーミング業界の終わりの始まり。まあ、ストリーミング業界が終わりだって言ってるわけじゃないんだけど、まあ、結局これテレビに戻っただけじゃんみたいな話ですね。だから、まあ、ネットフリックスはそのテレビを終わらせるんだ的なことをヘイスティング CEO は言ってたんだけど、 なんやお前らテレビになっとるやんかっていうのがまあワイヤードの趣旨。リード・ヘイスティングは2022年7月今後5年から10年の間に旧来のテレビは終わると予測したっていう。でもワイヤードからすると彼が言わなかったことはネットフリックスや他の配信事業者がその代わりにな現れるだけということなのかってなかなか辛辣な記事になってます。 これ結局、その広告が入るっていうことは、そのネットフリックスらしさがなくなっちゃうリスクもあると思うんですよね。結局、そのネットフリックスっていうのは、広告らしさが入ってない状態で、もうその視聴者にコンテンツに集中する環境を与えるのであるみたいなのが結構、ネットフリックス側のポジショントークで、広告は自分たちもプロじゃないからやらないみたいなことは CEO も言ってたんですけど、なんか急に手のひら返しで、 ネットリックスがいかに広告でも魅力的かみたいなプレゼンを決算説明会をされて,てですね、ちょっともやもやするんですよね。まあ、当然あの、この視聴者数を考えたら広告商品として魅力的にはなるんで、まあ、結構その既存のメディアは戦々恐々としてるのは間違いないんですけど、見る側からすると結局広告スキップできないんだったらまあその、ある意味テレビの劣化になっちゃうと思うんですよね。今だってテレビを ハードディスクレコーダーとかに録画すればスキップできるんだけど、もスキップできないっていう、だからもう広告を必ず見るっていう、まあ TVer とかも今そういう状態ですけど、まあそれになるっていう、別に新しくはなくて、ハード付きのプランも始めたよっていう。個人的には、これやっぱり明らかにもうライバル対策でしかないと思っていて、値段が、フ u l とディズニープラスが広告プラン付きが7.99ドルらしいんですよね。で、ットフリックスは6.99ドル。 これを、ね、やっちゃいかん気がするんですよね。もう完全に料金競争じゃんっていう。なんとなくやっぱりそのコンテンツの差別化で、やっぱりディズニープラスが強い、まあ、ネットフリックスのいっちゃうみたいな話があるんで、ネットフリックス側もやっぱ防衛的にね、作業せざるを得なかったっていうふうに見えちゃうなっていうのがちょっと気になるところですね。個人的にはやっぱネットフリックス好きなんで。 ネットリックスらしい、なんかその自分たちが制作している番組と連動するコマーシャルをやるとかっていう、なんかそういうちょっとその Google が検索連動広告を発明したみたいな感じでネットリックスがそのストリーミング広告ならでの広告を発明するのを期待してたんですけど、まあ、やっぱりライバルが広告プラン始めちゃうから、それで値段センシティブなお客さんを奪われるぐらいだったら、 自分たちもやらざるを得ないっていう感じで、ちょっと後手ごとに回っちゃってんじゃないかなっていう気が、個人的にはしちゃうなって、結局、広告してもマイクロソフトのシステムをそのまま使うだけっぽいですからね。だから、ターゲットの個人情報取りませんみたいなのも強調してるんですけど、それもどっちかというと間に合わなかったからであって、結局なんか属性に合わせた広告を出さないっていうのは、もうただのテレビと同じになっちゃうんですよね。本当は その視聴者に合わせてノイズにならない広告を出せる可能性があるのでトリックスん面白いところだと思うんですけど、まあ、その辺はちょっと間に合わないから後回しっていう話なのかやるつもりがないのかちょっとよくわかんなくって僕も混乱してる感じですね。どうなんだろうなすいません。まあこれはもうちょっと完全に妄想なんで、ぜひ皆さんの意見も聞かせていただければと思いますけど、 最近ね、やっぱタイパっていう言葉があって、その、コストよりもタイ、コスパよりタイパみたいな文脈で言うと、200円安くなって広告飛ばせなくなるぐらいだったら、っていうか、そういう選択をするユーザーってこれからはどんどん減っていくんじゃないかなっていう気がしちゃったりなっちゃったりするんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですね。比率的にはやっぱ安い方がいいのかなはい。っていう、ちょっとすいません。僕はあんまり、その、 革命的にうまくはいかないんじゃないかと思ってる側なんですけど、予測はいつも外しますんで、まあ、こうやってちゃんと記録に閉じておいて、あで反省するために喋ってると思っていただければ。はい、今日もありがとうございます。